日本で一番ナウい塾、イフ塾についてお届けします。ではゲストをご紹介します。ゲストは塾頭の高崎翔太さん、そして CFO の加賀谷優馬さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ね、日本で一番ナウい塾の、まず塾頭頭っていうのは、塾長とはまた違うんですか？はい、そうです。一応僕は塾で一番偉い人っていうのはなんか塾頭って昔、うんうん、漫画で見た漫画で見た、はい、そこから塾頭、はい、そうです。だから塾頭以外考えてなかった。考えてなかった。そうなんですね。で、あの加賀谷さんは CFO ということですが、これはどういった役職ですか？チーフファイナンシャルオフィサーの略称で、はい、まあ、日本語で言うと、財務責任者のことです。あ、財務責任者、うん、なんかね難しそうですけどもで、あの加賀谷さんは今高校生、はい、高校3年生になります。3年生でも財務の責任者をされていらっしゃるということなんですが、そんな、ね、お二人が経営するイフ塾、まずこちらどんな塾なのか教えてください。はい、イフ塾はですね、まず一つの特徴、通塾生自身がお金を稼ぐことができて、はい、でそれで そういうメタバース ICT 塾となっております。でメタバース空間で遊び、あ、すみません、メタバース空間で遊びながら学んで挑戦してみたくなったら実際に仕事をしてお金を稼ぐことができます。はい、仕事に人を合わせるっていうより人に仕事を合わせてその子が得意な部分を活かせる仕事っていうのをいつも考えて、もうとにかく何でも仕事にするっていうような感じでやってますでも塾ってこう何かを学びに行くためのものだというイメージだったんですが、学んだ上でその技術で仕事をしてお金を得るというところまで、はい、そうですね、あるんです、ね、もう専門学校のような。そう、まあ、あとはさらにで言うと、うん、学びたいことも自分で決めます。こういうカリキュラムですじゃなくて、そうです、 何やりたいんで教えてくださいみたいな。あ、そうです、そうです。あ、でそれやるんだったらもっとこれやりなよとかって言って、あ、でこれさらにここまでやると仕事になるよ、うん、そういうような感じですね。なるほど。で、あの今メタバース空間で遊びながらということでしたが、はい、まあ、インターネット上の仮想空間の中でいろいろゲームをしたり遊びながらその作る技術を学ぶと、はい、そうですいうことなんですね。なのでマインクラフトというゲームを使って、うん、はいはいはい、でさらにそれを改造して、メタバース化しているという形になりますね。マインクラフトって改造できるんですか？マインクラフトというのは世界でも珍しい改造を認められているゲームでして、うん、その改造というのがかなり深いところまで改造ができるので、うん、我々はその中にいろんな学習のシステムだったりとか、うん、独自のゲームっていうのを開発したり、あとはさらにそういう、作り方を教えてくれるキャラクターとかも配置したりそういうのでもな、あの空間の中で全部解決するというような形になる。メタバース、そのマインクラフトの中の人が教えてくれる。あ、そうです今ご覧いただいていたのがそのマインクラフトというゲームの世界なんですよね。はい、で通塾している生徒たちはこの仮想空間の中でオンライン上で出会う。あ、そうです。オンライン上で触れ合いながら僕たちともあのズームとかでつないで、それでオンラインで会話をしながらという形になります。だから僕らも授業中はみんな姿はアバターになってます。あ、じゃあどんなもパジャマであろうと顔洗ってなくても、はい、もちろんいいんですね。で顔出しとか声出しとかそういうところも自由にしているので、その時の気分とかに合わせて参加してくれればなと思います、ね。加賀谷さん参加していてどうですか？そうですね、うん、僕もあの先生の、まあ、教師と生徒の関係だったんで、うん、まあ、先生の授業をずっと受けてるんですけど、うん、やっぱり、まあ、受けたことがない変って言っちゃった今褒め言葉ですよ。褒め言葉です、すごい褒め言葉です、うん、それで、まあ、その変な授業、うん、まあ、があの僕にすごいハマって、うん、というか先生がハメてくれてその教育を僕も一緒にやっていければいいなと思って。そう、あの見ている方は多分こう大人の方と高校生がなんで一緒に塾を経営しているのというまず疑問があると思うんですけど、はい、そもそも先生と生徒の関係なんですよね。そうですね、はい、あの高校のそのIT プログラミングコースに通っている生徒の加賀谷さんと先生が一緒にこの塾を今作っちゃって、はい、その塾の中では生徒ではなく先生
っていうポジションなんですよね。なんでそのややこしいんですけど先生と生徒で塾をやっているんですけどその生徒たちは伊布塾の経営陣ですということなんですよね。さあそしてこの伊布塾という名前、ね、珍しいの変わった名前なんですが、これつけたのが加賀谷さんということなんですが、はい、どういう思いが込められているんでしょうか。と伊布塾っていうのは、まあ、ちょっと塾自体も変で名前も変なんですけど名前も負けないくらい、まあ、伊布塾というのはプログラミングの、まあ、コードって言われる、まあ、プログラミングの文ですね。その伊布文っていうのを使ってまして、はい、伊布もしですね、もし括弧括弧の中がこれだったらっていうので、この塾だったら伊布塾、これ伊布塾だったら〇〇ができるっていう、その後に括弧の後に命令があって、それだったらこれができるよっていうのがあるんですけど、その伊布塾にはそれがなくて、その後がなくて、それは生徒自身が決めてくださいっていう思いを込めています。なるほど。だから通う人がもしこの伊布塾に通ったらの括弧の後はお金が稼げるとか彼女ができるとか何でもいいんですよね、はい、もちろんそれぞれ自分で決めてほしいです、うん、じゃあちょっと彼女欲しいんですけどっていう感じの、はい、依頼があっても、あでも全然いいです。それでじゃあ彼女を どんな子がまず好きかっていうところから掘り下げていって、うん、じゃあ その子がどんな人を好むのかっていうところで、じゃあ例えばそれがちょっとかっこいい人とかなんかやってる人とかだったらそれをやればいいですし、うん、全然つながると思います。面白い。その本当無限大にできることがあるということなんですよね。でもその高崎さんたちが高崎さんたちがこの塾を立ち上げたきっかけというのは何だったんでしょうか。そうですね、まあ、その僕たちはもともと僕も高校の先生で彼らが生徒というところで最初出会ったところがそれがきっかけなんですけれども、はい、まあ、授業をとにかく僕は生徒たちの好きにやってもらいたかったので、はい、君たち何やりたいのっていうのを聞いたら、なんか即答で返ってきたのがお金を稼ぎたいだでそのお金を稼ぎたいを一緒に、まあ、最初はなんか身近なところから始めていて、それがだんだんうまくいって楽しくなって、じゃあ今度はじゃあ一緒にやろうっていうので、じゃあ塾開こうっていうので始まったのが伊布塾となっています。なので僕たちのそのいろんな今までの生活でのなんかもっとこうだったらいいのになみたいな不満とかそういうところがいっぱい詰まってる塾になってますね。生徒たちがやりたいことを聞いた上で最適だったのがこの伊布塾ということなんですね、はい、ではここからはその具体的にどういったサービスや授業内容をしているのか教えていただきたいと思います、はい、そうですね、基本的には、こちらオンラインの塾となっておりまして、うん、マインクラフトっていうゲームの中でオリジナルのゲームとかをやったり、はい、そのやり方を学んだりするという形になってます、うん、でそれだけじゃなくてやっぱりせっかく秋田でやってるというところもありますので、はい、オフラインでイベントにも参加できるようにもなっていて、まあ、ちょっとまだいろいろ確定してない部分もあるんですけど、だいたい月1ぐらいではここのアルベであったりとか、うん、あと秋田の駅前であったりとか、そういったところのイベントには出展してるので、そういったところにも遊びに来てくれたらなと思いますね、うん、オフラインイベントも、ね、はい、開催ということなんですが、でこの伊布塾自体がまだ今年5月から始まった、はい、ということなんですよね、はい、これちょっとだけ参加したいとか1年とかじゃなくて数ヶ月だけとかも OK なんですか。もちろん大丈夫です。結構伊布塾の一つ特徴に入塾金みたいなのは取ってないんですよ、うん、というのも、まあ、中にはなかなか継続的に参加するとかも難しい子とかもいて、そういう子がいちいちその入塾するとき入塾金払ってとか、うん、またせっかく払ったのにやめちゃってとか、それがすごく嫌だったので、うん、なんかいつ来てもいいし、いつ辞めてもいいし、辞めた後また来てもいいにしたかったので、うん、なのでもうその1万1000円の授業料を払ってるときは来ていいし、払ってないときはまあ一回ちょっと休もうかみたいな。なるほど。ではその財務責任者の加賀谷さんにその授業料やサービスについて詳しく、はい、一度改めて教えてください。わかりました。参加方法なども教えてください、はい、伊布塾のまず対象が小学生から高校生までとなっているんですが、これは基本の、まあ、対象となっているもので、まあ、高校生以上、まあ、大学生や社会人の方でもちょっとでも伊布塾に興味があるよって方は、うん、ぜひ高齢者でも全然、まあ、そうですね、90代の方でも90歳100歳もお待ちしております、はい、うん、ぜひ
まず、そして月額が、まあ、1万1000円税込みからとなって税込みとなっております、お申し込みの方は そちらの画面に出ている QR コードの方からお願いします。はい、ね、対象は小学生からとなってますが、まあ、何歳でも90代になってもその塾で叶えたいことがあれば、はい、お申し込みできて、しかも入学金、入塾金などは必要なく、好きな期間通える、まあ、夏休み時間あるから夏休みだけとか、そういう使い方をしていただいてもいいかなと思ってます。もう使い方とかも自由に考えてほしいなっていうところですね。とにかく自由にいろいろ自分で考えていろいろなことをここで実践してほしいと思ってます。小学生でもね、お金を稼ぐっていう体験ができるのかなってワクワクしますよね。そうですよね。なんかそのゲームとかプログラミングって私たちの時はまだ子供の時にその仕事にできるっていう考えがなかったんですけども、その学校ではその e スポーツゲームの、ね、プロの選手とかも育成しているんですよね。これからプロになっていってほしいなと思ってますけど、なので極論本当にゲームやりたいんだけどでもいいんですよ、僕らは、でゲームやりたいんだったら、じゃあゲームをじゃあちゃんとそういう風に煮詰めていって、プロになれるぐらいの実力をつけて大会で実績を立てればゲームで生活していくことはできますし、そういう風にそのやりたいことをまず出していただければ、それに合わせてそれのなんか一番いいマックスの未来での考えて、そこにどうやったら向かっていけるかっていうのを一緒に考えることができるかなと思います。ここに可能性が詰まってるんですね。詰まってますよね。でマインクラフトって今すごい、本当私の子供の世代5歳とか保育園の子供でもやってる子が結構、みんな知ってますよ。そうですね、一応世界で一番売れたゲームとしてギネスに載っています。そうなんだ。でこのマインクラフトの世界の中でいろんなことを学ぶと、はい、いうことなんですね。今後その秋田にどのように関わっていきたいですか。はい、実際結構秋田、僕はまあ元々秋田には移住してきた側なんですけれども、はい、実際秋田でちょっと見てみると結構今不登校がかなり増えているっていう事実であったり、ICT 機器がなんかあんまりちょっとうまく使われてないっていうところとか、大学進学率がちょっと意外と低かったりとか、なんかそういう教育課題が結構あって、そういったところになんかそのいろんな子どもたちの居場所感とかを得たりとか、生き方っていうところを直接アプローチしていくっていうところで、ちょっとみんなの未来の見方っていうか、そういうものをちょっと変えて、すごい希望にあふれてワイワイ楽しい秋田県にしていけたらなと思ってます。そうですね。あの香谷さんはこの塾の経営者ってことは、はい、経営者、はいはい、の一人、はい、経営者が塾頭、CFO、あと塾長の3人です。あ、じゃあそのもう本当に個人事業主。そうですね、はい、今は個人事業主の連合体という形で。塾長さんも学生。あ、そうです、はい、高校3年生です、ね、高校生の時にこう自分がか何かを経営してお金を稼ぐという発想がなかったので、なんかね、いいですね。結果的にはそういう早い段階でやりたいことを見つけて、その仕事をするって意識を持ったり、なんかビジネスをしていくっていうことがすごく生徒たちにも成長につながるなと思ってます。ありがとうございます。それでは最後に視聴者の方にメッセージお願いします。香谷さんからお願いします。はい、不塾はまあ今までにない塾だと思うので、まあ、ぜひ一度体験してみないと分かんない塾だと思うので、ぜひあの勉強しに来るだったりとか、なんかやらないといけないなとかいう感覚じゃなく、遊びに来るという感覚でぜひ来てみてください。ありがとうございます。はい、富塾は特にもうやりたいこと絶対実現させるぞ塾っていう感じだと思いますので、もうやりたいことがある子はもちろん来てほしいですし、今やりたいことないよっていう子も、そのやりたいことを見つけるのにも結構特化している場所だなと思うので、だいぶいろいろ自由にやるので、あのまずでもそれはちょっとあの言葉じゃうまく伝わらないところもあるので、実際に遊びに来てくれたらなと思います。ありがとうございます。さあ本日のゲストは塾頭の高崎翔太さん、そして CFO の香谷優真さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。